再開いたします。議席11番津田幸喜久江議員。村民の皆様こんにちは。議席11番津田幸喜久江でございます。9月定例会におきまして一般質問を行いたいと思います。昨日日曜日は読谷郷小学校の運動会がございました。で、私は古源南小学校の方に参加させていただきましたけれども、昨日は毎年ですね、この運動会の日は砂ぼこり土ぼこりでですね、ご飯時間が大変な状況なんですね。私一般質問にもやったんですけれども、しかし昨日は砂ぼこり土ぼこり一つも立たなかったんですよ。それであまり不思議だから校長先生にお聞きしましたら、2日ぐらい前に集中的に南小学校の雨が降ったらしいんですね。それでその水が功を奏して、今日はゴミ一つ立たない、ほこり出ないって言ってましたので、総務課長、多分この土ぼこり砂ぼこり対策ですね、これは水の方が最適だと思いました。提案しておきたいと思います。それでは一般質問に移ります。まずはじめに村道トラジバル線、これは牧丸のゴルフ場内にございますね、を増設して嘉手納高校へのコミュニティバスの路線確保についてお伺いいたしたいと思います。で、この理由としましてですね、学生の拡大によって読谷地域から嘉手納高校へ通う生徒が今現在で 56% を占めており、 88% 以上の生徒保護者がですね、登下校に負担を感じていてコミュニティバスの運行を要望しているということでございます。で、そのことについてですね、見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。玉城秀友都市計画課長。ご質問1についてお答えします。トラジバル線については本日伊佐議員へ答弁した通り、整備には時間を要しますので、コミュニティバスの運行についてはトラジバル線の整備が具体化した段階で検討していきたいと考えています。津田幸喜久江議員。はい、先ほど伊佐議員の方へですね、答弁聞きました。やはり確かにね、路線が新設されないとコミュニティバスの運行の議論もできないわけでございますけれども、まずですね、このコミュニティバスの嘉手納高校への路線新設についての要請なんですけれども、これ陳情がですね、過去2回そして今年1件3回の要請がされております。まずですね、平成21年の9月7日、それから22年の2月17日と要請をされておりまして、ですね、その時の要請の内容としましては、設立当初はですね、地元の嘉手納町内の生徒が7、8割を占めていたそうですが、嘉手納中学の生徒の減少、それから読谷地域の生徒の増大、また学生の拡大で、現在は地元嘉手納中学の占める割合は 28% で、読谷地域からの生徒が 54%、 368名を占めているという内容でございます。そしてこの場所がですね、この嘉手納高校の場所が通学において必ずしも利便性がいい状況ではなくて、過去にも既存のバス会社に嘉手納高校への新路線を要請したことがありますが、実現には至らなかったということで、そこでですね、読谷村が運行しているコミュニティバスをぜひ嘉手納高校の方へ新設をしていただいて、そしてその読谷地域からの生徒の通学の利便性を高め、また利用する生徒の頻度も高いと考えられますのでという要請文なんですね。で、そういう要請文が2年続けて出されまして、平成23年度の8月19日にですね、読谷村の答弁があるんですね、回答があります。これは読み上げてみましょうね。
嘉手納高等学校へのコミュニティバス路線新設については現時点ではできない旨回答いたします。そのできない理由としまして、朝の通学の時間帯はコミュニティバス3台を北、南および東西コースで村内各小中学校および読谷高等学校への通学の時間帯に合わせているので、嘉手納高等学校へ路線を新設することができません。仮に路線を新設、ダイヤを組むと書いてありますね、した場合は国道58号線を通り嘉手納町まで運行することになり、既存のバスと競合します。競合路線では既存のバス会社の理解が得られず、地域公共交通会議で嘉手納高等学校までの路線新設を決定するのは困難ということになっております。これはここ2、3年ずっとそういう状況が続いていたと思いますけれども、この要請で答弁をいただいて、回答をいただいてからですね、この嘉手納高校は22、23に回答をもらってますので、それから24、25、26、27、28と、もう諦めていたんでしょうね。しかし、平成29年、今年ですね、また三度要請文が出ているわけですね。これ、29年、今年の6月に出ているわけなんですけれども、今回はですね、嘉手納高校の PTA 会長、そして生徒会長連名でですね、この生徒会の中でですね、読谷村の子どもたち、1年生から3年生まで、全員からですね、アンケートをしまして、でこれ 100% 回収しておりますね。で、その結果の、これは陳情なんですね、コミュニティバスに対して。で、今回も同じようなことが書いてあります。地域の厚い期待を担い、今年で創立34年目を迎えます。昨年は夏の全国高校野球選手権大会へ出場することができ、学校全体にも活気が出ております。まあ、この時には、読谷村からもお祝いのとね、乾杯もあったと思います。で、やはりですね、この嘉手納町の生徒が占めていた高校ではありますけれども、学生の拡大によって、やはり 56%、前回の要請より2%アップしまして、現在は 56% の読谷の子どもたちが嘉手納高校へ通学をしているということでございます。そこでですね、本当に保護者が大きな負担を感じており、生徒ももちろんそうですけれども、今度はですね、生徒並びに保護者が大きな負担を感じているということで、ぜひ大鳥バスを嘉手納高校まで新設をしていただけないかということでございますね。そこでですね、今回のこの課題でありますけれども、平成28年の8月19日の回答にあります、地域公共交通会議では、既存のバスと競合する路線では、バス会社の理解が得られないという答弁でございましたけれども、これですね、今回29年の総務委員会の調査さんによりまして、執行部からの聞き取り調査等をしました結果ですね、大鳥バスについてはですね、読谷村地域交通公社会議における新路線の導入については、バスやタクシー等、いかに連携調整すればできるかを考え、営業の妨げにならない状況が見えれば、道路運送法第80条に基づき、国として許可を出す、また嘉手納町の同意があれば許可の可能性が高まるということでございますけれども、なんかその、前回の陳情の課題をですね、踏まえた上で考えてみますと、なんか明るい希望が見えてきているのではないかと思いますけれども、担当課としてはどのように考えていらっしゃいますか。お願いします。古源守総務課長。はい、お答えします。まずですね、コミュニティバスの定義というかですね、コミュニティバスとはというふうに国の、コミュニティバスの導入に関する、指針というものがありますので、少し説明したいと思います。
コミュニティバスは交通空白地域不便地域の解消等を図るため市町村等が主体的に計画して運行するもの基本的な考えとしては地域の交通ネットワークの整備にあたっては路線定期運行を基本としつつ地域の特性に応じたその他サービスの組み合わせることによって全体として整合性の取れたネットワークを構築することが重要である。公的資金で行われるコミュニティバスは自立運営を原則とする路線バスを補完しこれと一体となって当該地域の交通ネットワークの一部を形成するもの。その導入にあたっては路線区域運行時刻等において路線バスとの整合性を図るように留意することというふうに求められています。で今おっしゃっている嘉手納地域を走らすためには58号線を通ってロータリープラザから県道沖縄嘉手納線ですね、そこを通って嘉手納高校行くことになりますが、それがそこは62番線という琉球バスが運行しているバスが朝夕、30本おき程度にその通学時間下校時間等に組まれています。ですからそこと競合することが一番の課題というふうになっております。津和校菊江議員。はい、そうですね、琉球バス62番線というのは、嘉手納を通ってですね、屋良の方に向かっているバスだと思いますけれども、今、嘉手納高校の子どもたちはこのバスを利用しているわけなんですけれども、このバスがですね、62番線、嘉手納の方で止まりますと、嘉手納から、学校までですね、結構きれいに整備されてない歩道を通りまして、約20分から30分かけて嘉手納高校まで着くという話なんですね。それでこれは嘉手納の入り口ですよね。あそこどこかな、新町入り口の方で止まる。であとは屋良に向かって行って屋良の屋良小学校行くこの入る手前の方のバス停で止まるということになるんですけれども、どちらにしても結構この学校までの時間がかかるということと、それとあとですね、その整備が歩道の整備がきれいじゃないので、ちょっとこう登校するときに少し不安が残るということもございました。でぜひですね、この大鳥バスをっていうことなんですけれども、それと加えましてね、一番大きな要因としてはその嘉手納までのバス運賃がですね、片道440円ほどかかるんですね。で往復で880円、これは結構負担が大きいのではないかということもございます。それでですね、今回ぜひこの大湾上がり丸ができたことで向こうの方を通ってですね、嘉手納高校までの運行をする方法はないかということなんですけれども、これは例えばそのルートを通って大鳥バスが行くことになりますと、運行するという可能性は大きくなるんでしょうか。古源守総務課長。はい、今整備中であります大湾東地区、はい、整備が完了しますと、まあ、市街化していくことになると思います。住宅も建てられてくると思いますけれども、それを利用するコミュニティバスのルートも今後は検討していかないといけないというふうには考えています。津和校菊江議員。とですね、その牧原線を通るということは当然ですね、その延長線には虎地丸線というのをぜひね、道路を新設してこうつないでいけますと、嘉手納高校までの時間的な面でも、それから経費の面でも、すぐ子どもたちの助けに、家計の助けにもなるかなと思うんですね。これは本当にこの嘉手納高校の子どもたちがぜひ通したいということですので、私たちもなんとか通してあげたいという気持ちはあるんですね。そこでその虎地丸線ができますと、
その大鳥橋との関係はどのように感じられますか。古源守総務課長。はい、コミュニティバスは道路を周回することが望ましいと思いますけれども、周回をせずにというか、嘉手納町を通らないでということにできるかどうかということもありますけれども、いずれにしても嘉手納町の同意、協力が必要になってくると思います。トラジバル線は嘉手納とつながっているものですから、どこか U ターンするとか、周回するとかしていかないといけないので、そのあたりは課題があると思います。津波子菊江議員。はい。嘉手納高校につきまして、この向こうへ通う子どもたちが380名もいるということですね。でそれを大鳥バスを通してほしいという、そして保護者がいるということなんですね。としますとですね、やはりこの子たちも読谷村の村民であります。で私たちがしっかりとですね、守ってあげなきゃいけない子どもたちでもあるんですね。それを考えますと、やはりこの嘉手納高校の生徒の皆さん、あるいはこの保護者の皆さんのいろんな負担等を考えたときにですね、読谷村としても今できること、私たちがですね、できることをしっかりとこの現状の課題をですね、解決をして、しっかりと子どもたちも安心して学べる、そして安心して登校できるような環境というのを作ってあげるべきではないかと思うんですね。それについてやはり村長にお伺いしたいと思うんですけれども、その子どもたち、あるいはこの380名プラスの保護者の皆さんのですね、福祉の面からですかね、村民としてやはりこの子たちの交通的にちょっと弱い部分があるのを支えてあげるためにも、ここにトラジバル線をですね、ぜひ新設をして、この学校との、この道をしっかりと確保してあげるというのは、やはり八幡坂ではないのではないかと思うんですけれども、先ほどの伊佐新聞議員の、答弁にもございました、長期の計画でございましたけれども、トラジバル線、やはり計画の見直しもありうるという部長おっしゃってましたけれども、そこら辺ですね、前向きに考えていただきたいと思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。石峰伝日村長。学校から出ている要請、幾度となるかありましてですね、当然それには、答えていきたいというふうに、考えていますけど、総務課長からありましたように、現状と課題がですね、ハードルが高いのかなというのと、もう一つはハード整備としてのですね、橋を架けているトラジバル線等々ですね、全体的に、考えてですね、引き続き検討していきたいと思います。津波子菊江議員。はい、これ、56年に都市計画をされているということで、嘉手納町の方は整備はほぼ終わっているんですね、それでも読谷村が長期計画の中でまだ実行されてないというところもあるんですけれども、やはり今はトラジバル線の境橋の復興とかそういうのじゃなくて、やはり子どもたちのためのこの道路をどのようにして嘉手納町とつないでいけるかですね、しっかりと村長、頑張っていただいて、ぜひね、実行していただけるようにお願いをいたします。次、2番目に移ります。読谷村の地域防災について、1、平成29年度、自主防災組織の新規設立についての展望は、2、県の防災コーディネーター補助事業で、防災の事業を充実拡大することについて、3つ目、防災無線の整備について、地域によっては聞き取りにくいという声もありますが、どうでしょうか。で4つ目に、教育現場における防災教育の推進について、これは二来消防の防災教室等は開かれているかどうかをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。古源守総務課長。ご質問2-1についてお答えします。本村における自主防災組織は、これまで5つの自主防災組織が設立され、毎年
防災訓練を実施し、災害時に備えています。平成29年度自主防災組織の新規設立については、イラミナ自治会、横田自治会が自主防災会組織設立に向けて取り組みを開始しており、去った8月に防災出前講座を実施しております。今後も自主防災会設立に向けて支援してまいります。ご質問 2-2 についてお答えします。沖縄県災害時要援護者避難計画推進事業の一環で、市町村支援として避難行動要支援者名簿および個別計画について県が委託する専門家が派遣され、策定等の支援が行われます。今年度4市町村が県からの支援を受けて、現在同事業が進められているところです。同事業にて防災の事業を充実拡大することについては、事業目的業務内容の範囲内では可能と思います。ご質問 2-3 についてお答えします。防災無線については、平成27年度に実施した音達調査結果から、8機の防災無線屋外スピーカーの増設と、既存の防災無線63機のスピーカーの機能改善の必要性が報告されております。現在防衛省補助事業において、既存の防災無線のデジタル化について沖縄防衛局と調整しており、新規および既存の屋外スピーカーを整備し、機能改善を行うことで難聴地域の解消を目指しております。ご質問 2-4 についてお答えします。すべての幼稚園、小中学校において、火災等の非常事態発生時に、幼児・児童・生徒が安全かつ迅速に避難できるようにするため、地震・火災発生時の避難訓練を年1回実施しております。その際、日程を調整し、二大消防への訓練・通報や消火訓練・講話などを行っております。津波子菊江議員。平成29年度は、イラミナと横田自治会が設立に向けて頑張っているようですけれども、これはもう見通しは立っているのかどうかですね、それとあと1点、読谷村の防災対策事業5カ年計画の中でですね、新規自主防災組織の育成が32年まで継続をされて、計画されているわけなんですけれども、これ、今後の計画と進捗状況ですね。よろしくお願いいたします。古源守総務課長。はい、イラミナ自治会と横田自治会は、先ほど申し上げましたように、勉強会というか、防災講座を実施して、これから の手続きとか、組織の結成、そういった手順などを説明しています。で、すぐ設立されるかというところまでは行ってないんですけれども、これからまた徐々に勉強を一緒に支援していってですね、設立に向けていきたいと思っています。で、これも横田自治会も同じような状況でございます。で、他の自治会については昨年から取り組んでいまして、各公民館を回って、近隣の自治会会長さん集まっていただいて、その地域の、実習防について、公民館から離れているところもありますので、どういった方がその地域合っているかというような、相談もしながら進めているところであります。津波子菊江議員。ということは、32年までには全自治会の方で自主防災組織が設立されるって考えてよろしいでしょうか。古源守総務課長。はい、全自治会に設立されるように努力しますけれども、やはり地域の皆様の協力がないとできないものですから、そこはちょっと何とも言えないんですが、努力したいと思います。はい、津波子菊江議員。はい、それから県の防災コーディネーター事業なんですけれども、これはあれでしょうかね、読谷村では担当課の調査の中でですね、もうこの要援護者
あるいはその、要支援者等のですね、把握はされていると思うんですね。要援護者が平成29年5月で1505名ですか、総録のうちで459名が個人情報の同意を得られているということで、進んでいると思うんですけれども、この事業がもっと充実をされていくというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。千葉な正しい副士課長。はい、県の支援を受けまして、今おっしゃっている沖縄県災害時要援護者避難計画推進事業を実施しているところであります。この事業を通してですね、今議員がおっしゃっていた要援護者の部分については、抽出といいましょうか、その部分の名簿の方は大型できているところがありますので、先ほど総務課長から言いました個別計画のところまで踏み込んだ形でですね、できないかということで、その専門家の方と今、事業を、意見交換を交えて事業を進めているところであります。以上です。津波子菊江議員。で、この事業ですね、何年計画でなさるんでしょうかね。千葉な正しい副士課長。はい、原則は、今年度いっぱいということなんですけど、事業の、性質上、次年度フォローアップという形での支援もありますので、そこの支援を受けるかどうかについては今のところはまだはっきりしてませんけど、そういった、今年度また次年度ということでもできるような体制に、事業の中身にはなっているところです。以上です。津波子菊江議員。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それから防災無線の整備についてなんですけれども、これ無線の改修とそれから防災情報システムの設置工事が終了、そして運用されるのは何年をめどになさっているのか、お願いします。古源守総務課長。はい、現在は防災無線の、無線をすべてデジタル化に変えようということで、防衛設置局と調整しているところであります。で、実施にあたっては31年、32年、33年度に、整備を予定しております。はい、津波子菊江議員。はい、ぜひですね、頑張っていただきたいと思います。それで次、4番目の教育現場の方についてなんですけれども、答弁の中では年1回実施をしている様子が見えますけれども、ですね、二来消防の報告によりますとですね、この地震津波発生のこの可能性に対する学習についての質問の中でですね、館内小学校への防災教育が教育の推進を行っておりますけれども、読谷村内からの依頼がないということなんですね。中学校は救命講習会をやっているということなんですけれども、それでよろしいんでしょうか。長峰博也学校教育課長。子どもたちの命を守るのは本当に最優先な学校の任務であります。そこで学校では今こちらの方に答弁として書かせていただいている部分につきましては、これは津波とかあるいは地震についての避難訓練、その避難訓練の時に二来消防さんと関わって全ての学校が計画を立て行っているというふうに解釈いただければなと思っています。先ほど議員からご質問いただきました防災訓練につきましては、今後また進めていきたいなというふうに考えております。はい、津波子菊江議員。東日本大震災、それから熊本震災というふうにですね、二来消防さん、しっかりとですね、現場の方で対応なさってきて、いろんなノウハウを持っていらっしゃるんですね。で、その中で彼らもこの読谷村の子どもたちにしっかりとそういう防災教育をしてあげたいという思いが強いと思うんですよね。ですから、ぜひ学校とですね、連携を取っていただいてですね、二来消防さんもうんと活用していただけたら幸いだと思いますので、よろしくお願いいたします。次ですね、3番目に行きます。放課後子ども教室、わんぱく広場ですけれども、これの拡充についてお伺いいたします。 ① わんぱく広場の開催場所と開催日は、
丸2万博広場について教育委員会の評価は、丸3万博広場の課題は何でしょうか。よろしくお願いします。山内正直障害学習課長。ご質問3の1についてお答えいたします。平成29年度放課後子ども教室わんぱく広場は、大添、大木、木那、横田、波平、宇佐の公民館など6カ所で開催しております。開催日につきましては、大添は月曜日から金曜日の週5回、他の5カ所につきましては週1回の開催となっており、大木、波平、木那が月曜日、宇佐、横田が金曜日に開催しております。ご質問3の2についてお答えいたします。わんぱく広場は放課後の居場所づくりの一つとして、地域の公民館などに地域の子どもたちが集まり、異年齢交流や地域の大人たちと遊び触れ合う中で安全安心な時間を過ごすことが挙げられます。このように公民館などにて開催することで地域への愛着にもつながり、本村教育委員会の提唱する地域の子は地域で育てるを実践するものであると考えております。ご質問3の3についてお答えいたします。わんぱく広場の課題としては、参加児童の減少や新たな地域の見守り隊員の発掘、開催場所や開催回数を増やせないかなどと考えております。津波子菊江議員。わんぱく広場についてはですね、これ事業の目的としては、安心安全な居場所を子どもたちに作ってあげる、そしてその地域の人たちがこの子どもたちを見守りたいとして、しっかりと子どもを育成するということだったと思うんですけれども、事業当初は地域の老人会の皆様が見守りたいとしてですね、公民館で活躍をしていらしたという記憶がございますけれども、あれから6、7年以上経っていると思うんですけれども、やはりまだ週1開催、大勢はもう金曜までなんですけれども、その週1開催の枠からなかなか抜け出ることができない、で毎回委員会の方でもお願いはしていると思うんですけれども、やはり公民館のね、その利用が厳しい部分があって、このわんぱくが広がらないっていう状況なのかなと思うんですね。で子どもたち の子育て支援につきましては、保育所とかですね、幼稚園とか幼稚園の預かりもそうですけれども、しっかりと行政の方で手当てをしてもらって、幼稚園まではもう安心して子どもたちを預ける場所もあると思うんですけれども、この小学校の1年生に上がってきますと、学童あるいは児童館を利用している子どもたちが多いと思うんですけれどもね、その中でやはり読谷村では学童が1箇所、それから児童館が1箇所ということで、あと の小学校の子どもたち の放課後の居場所っていうのがですね、なかなか確保されてない、で子どもたちをそのまま置いて仕事に出かける保護者の皆さんもですね、やはり自分の子どもが週この3日間はどこで何をしているかということで、大変心配なことだと思うんですね。ですからこれは早急な子どもたちの居場所の取り組みが必要ではないかと思うんですけれども、この皆さんのですね、自己評価の中で瀬那覇公民館のわんぱく広場がこれ結構長かったんですね。でこれが平成28年度が宇佐公民館に移ってますよね。でこれを移したことによってですね、どのような見守りたいとその子どもたちにですね、変動があったのか、そこをお伺いいたします。山内正直障害学習課長。はい、瀬那覇のわんぱく広場については、平成20年度から27年度までですね、8年間開催しておりました。で、校区内でもちょっと開催場所のローテーションも必要ではないかとの少し意見もありまして、
戸家市港区の自治会の方で少し、意見交換をさせていただいて、28年度から宇佐のわんぱく広場宇佐自治会の方で、公民館の方で今回開催させていただいています。で、27年までは瀬那覇でしたが、見守り隊は瀬那覇が27年度7名ですね、宇佐の方は6名です。で、登録児童数が瀬那覇の方が33名、宇佐の方が27名になっています。まあ、見守り隊の方がちょっと1人減ってまして、で、参加児童の方も少し減ってはいます。で、まあ、戸家小学校を中心にして宇佐公民館の方が今少し、まあ、離れというか義務公民館よりは少し遠いところにあることも少し影響しているのかなとは思いますが、子どもたちの方に、紹介しながら、また父母の方にでもですね、少し紹介しながら、まあ、わんぱくの案内をかけさせていただいてます。で、その中でわんぱくの利用児童を少し調べると、低学年1年から3年の学年が28年度は 69% でした。で、今年度については今 88% になっています。そういう意味でも低学年の頃から保育所とかですね、幼稚園と少し連携しながらちょっと足を運んでですね、こういうのがありますということで、広報はしていきたいなと思ってますし、見守りたい、あと児童生徒についてもですね、広報はしていきたいなと思っています。津波子菊江議員。で、今回ですね、瀬那覇から宇佐に移っているんですけれども、これはこの見守りたいの皆さんもそのまま移行されているんでしょうかね。山内正直障害学習課長。はい、何名かの方はそのまま引き続き参加していただいている方もいますし、新しくやりたいということで募集されて一緒に やられている方もいます。津波子菊江議員。まあ、ローテーションということなんですけれども、7年8年も頑張っていらしたこの瀬那覇のわんぱく広場なんですけれども、ローテーションをしなければならないというような、なんか事情があるんですか。山内正直障害学習課長。はい、まあ、お話の中で、まあ、直接ではないですけど、まあ、開催場所を広げるお話するときもそうですけど、毎週固定した曜日、毎週固定された曜日の時間帯を使うということはやはり自治会にもご理解いただかないといけない部分ですし、毎週固定で継続して使わせていただかないと、また今週はちょっとできません、来週はやりますというわけにもいきませんので、まあ、そういう声も聞こえてはいますけど、まあ、そこは毎回もうご理解いただくしかないので、まあ、お願いという形にはなるんですけど、直接この理由によりちょっと瀬那覇は外れますというお話をいただいたわけではなくて、そろそろ戸家市港区の中でも回した方がいいんじゃないの、地域の方も公民館それぞれ違う活動もしてるしということもありまして、まあ、今回ローテーションも必要ではないかというお話がありましたので、ちょっと意見交換の中から開催場所を変更しております。はい、津波子菊江議員。まあ、この子どもの居場所づくりですので、やはり子どもを中心に考えますと、今回離れた宇佐に移ったということで子どもたちが減りましたよね、ということはやはりこの瀬那覇の方が距離的にもいろんな面で子どもたちの足が行きやすかったのかな、ね、足を運べる距離感だったのかなと思いますし、またあるいはその瀬那覇と別にまた宇佐の公民館をお願いするということで一つ増やすということもあったのではないかと思うんですけれども、やはり公民館を利用するについてはそういうふうな厳しい面があるということだと思いますね。で、これからしますと皆さんは今後ですね、対応策としては、まあ、開催日を増やす、あるいは開催場所を増やす、そして新たな地域の見守り隊を発掘をしていく、で、参加児童を増やすというふうなことがありますけれども、これですね、この部分についての可能性はどのように捉えていらっしゃいますか。山内正直障害学習課長。はい、
地域の子は地域で育てるということで、やはり読谷村当初から自治会の公民館を使って開催しておりますので、そこは少しこだわりたいなと思います。でその中でやはり即数字に現れるわけではないとは思うんですが、やはり公民館を利用して子どもたちが来る、で子どもたちが、まあ、今は週1回ではありますけど一緒に遊ぶことによって、やはり公民館に掲示物等もありますので、そういう意味では自治会の加入、あとは活動とか子ども会の加入活動とか、そういうところにもつながっていくこともあるんではないかと私は考えております。でもう一つは今年の4月に村内の5小学校の低学年の児童生徒に放課後の過ごし方についてアンケートを取らせていただきました。でその中にですね自由回答欄がありまして、すべての5小学校で公民館との関わりにおける回答が記されています。地域や地域の大人と交流してほしい、昔遊びを教えてほしい、芸能を習ってほしいなどとですね、公民館ならではの地域資源を生かした自由回答欄も記入されていますので、そこは自治会長さんたちとですねまたお話ししながら、そういうこともあるんですがということで、またお話にはなるんですけど、ご理解とご協力を求めていきたいなと思いますし、開催曜日につきましても今私たちが考えているのは土曜日の午前中とかですね、確かに公民館は今閉まるんですけれど、そこを少しご理解いただいて開けていただける公民館がないかということでですね、少しお話を継続させていただいているんですが、そういう意味で次年度なんとか予算編成までにはですね自治会の方と調整を続けていきたいなと思っています。津波公菊江議員、はい、ということは今は開設曜日を増やすということは土曜日を増やすということであって、その1日はもう1日としてプラスの土曜日ということになるんですか。山内正直生涯学習課長、はい、場所についても自治会の今開催してない6カ所以外の自治会の会長さんとお話ししないといけないと思いますし、開催曜日を増やすにしても今週1やっているところにそういう今のようなお話を、まあ継続してやっていきたいというお話です。津波公菊江議員、はいはい、本当にちょっと考えていただきたいんですけれども、今来ている子どもたちはいいんですね。でもこれから予備軍いっぱいいるわけですよね、行きたいという子どもたちは。ただ週1回この子どもたちを受け入れしたから、この子どもの何て言いますかね、居場所の確保ができているかというと、私は必ずしもそうではないのではないかと思うんですね。と言いますのは、やはりさっきも言いました、子どもたちって月曜から土曜までですよね。やっぱり見てくれる安心安全な場所というのは必要だと思うんですよ。でその中でこれ7年も8年もずっと一箇所ということになりますので、ただ1日だけの開催でやっているという授業になりますと、ちょっと評価が低くなるのではないかと思うんですね。そこでお隣の嘉手納町なんですけれども、嘉手納町ではですね、週3回学校で嘉手納小学校、屋良小学校、そして児童館をですね使って、1箇所50名ずつのわんぱく披露みたいなですね放課後の子ども教室を開催しているんですよ。でそういうふうに学校も利用しながら公民館も活用していくということでですね、回数を増やすことはできないかと思うんですね。そこで学校教育課の方にお願いしたいんですけれども、こういう嘉手納町ではやっておりますけれども、読谷村としてはそういう事業が可能かどうかお伺いします。長峰博也学校教育課長、はい、まずは学校教育の分野で言いますと、空き教室の件がまず最初にどうしても思い浮かぶわけでして、空き教室がまずあるかどうかということとですね、あとそこにいる子どもたちが、どのような活動をしていくか、それからその見て
いただく講師の方がどういう形をしていくかということの検討になってくるかなと思っております。津田幸菊江議員。まあ、嘉手納小学校ではですね、ランチルームというのがありまして、そこを全部片付けて子どもたちを、見守り隊5名で50名の子どもたちを見ているんですね。ですから結構広々とした状況で自由に子どもたち宿題をやったりいるんですよ。だからもう空き教室、読谷村で空き教室を探すのも大変ですから、そういうふうに工夫をしてですね、少しでも開放できるような場所があるのであれば、やはり一日でも多くですね、預かっていただいて、子どもの子の居場所というのをしっかりと確保していただきたいと思うんですね。で、昨今いろんな事件事故がございますし、ますますそういう事件事故というのは、まあ、減りは しないだろうともちょっと思われますので、せめてこの低学年ですね、今障害学習課長も言ってました、1年生から3年生までの利用者が多いということでございますので、まあ、幼稚園から1年生になってばかりの子どもたちですのでね、親としても大変不安の中でですね、お仕事を続けていらっしゃる方も多いと思うんですよ。ですからぜひですね、これは親支援、子育て支援ということでですね、もっと前向きに開催日をですね、増やすように、これは障害学習課も学校教育課も連携をしましてね、どうすればうまくいくのか、それと公民館等にもお願いをして回ってですね、一日でも多い開催をお願いしたいと思います。で、あと次4番目に行きますね。読谷村のマスコットキャラクター読谷の活用について、年間の実績と読谷の今後の展望について伺います。これは読谷印の商品開発等ですね、お願いします。屋良長慶商工観光課長。ご質問4についてお答えします。読谷村ブランドパワーアップキャラクター読谷は、平成25年度読谷村の特産品を読谷ブランド品と位置づけ、その良さを発信する取り組みの中で総選挙で選ばれたキャラクターです。読谷が誕生して4年になり、知名度アップとともに活動回数も増加しており、平成26年度20回、平成27年度28回、平成28年度43回となっております。読谷イラウスト利用件数も、114件で、各種団体の T シャツ、給食納入袋、資金造成タオルなど幅広く活用されております。また、前年度に等身大の読谷を4体製作し、移動式案内板として活用しており、各種キャンプ情報をはじめ、行政情報など情報発信に取り組んでおります。現在、読谷キャラクターグッズとして、読谷 T シャツ、ピンバッジ、ノート、メモ帳、またプロ野球キャンプ時にチームとコラボした商品などもあり、今後も観光協会と調整しながら商品開発に取り組み、読谷村の知名度アップに努めてまいります。津波子菊江議員。まあ、結構いろんな読谷グッズがあるんですけど、私が見たのはこのバッジだけなんですよ。なかなかお目にかからないですね、このいろんなものは。今回ですね、私この質問をしましたのは、去った8月にですね、読谷赤十字奉仕団でノーベル平和を夢見る基金をですね、使って熊本震災地の益城町の方に研修に行ってきたんですね。で、その被災地を見ながら、いろんなとこを回ってみたんですけれども、ここで目にするのは、この向こうの熊門はどこにでもいるんですよ。上から下から、もう歩くたび熊門なんですね。だからね、世界であんだけ熊門が有名になるのはなるほどなと思ったんですよ。とにかく人の目に触れる場所にはくまモンがいるという。で、いろんな商品開発の中にくまモンのシールとね、
そういうのが貼られてるということなんですよ。だからせっかくキャラクター作ったわけなんですから、もっとですね隠しておくんじゃなくて見えるところに置いて、やっぱりこの反則をしていかないと読谷村のこの読谷はずっとお蔵入りになるんじゃないかと思うんですね。まあ頑張っていらっしゃるのは分かるんですけれどもね、もっともっとそういう面では出ていってほしいですよね。それとですね、今はそのグッズなんですけれども、ゆくゆくはですね読谷村限定、読谷村にしかないというような特産品を作って、その読谷マークを入れてですね、読谷行ってきましたというような感じでね、読谷にしかないお土産があると、私はもっとこの経済の、ね、反則にもつながるんではないかと思うんですね。と言いますのは今読谷村には年間観光団すごい数来ますよね。でそこでぜひこの来た方々にね、これを読谷村でしか買えないものだよというのがありますと、必ず一品二品は買って帰られると思うんですよ。これは修学旅行の子どもたちでも同じなんですね。で読谷村に来て何がおすすめですかって聞かれるときに、読谷村に来て勧めるのは紅芋タルトなんですけれども、あれ紅芋タルトも全国版ですから、どこに行っても買えるんですね。だからそうじゃなくて、あと一つここの読谷村に特化したような特産品の開発をやっていただけると、ふるさと納税にも使えますね、返礼にも使えますし、もっともっとこの夢も広がりますし、それに携わる人たちが増えることで所得の倍増にもなるんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺まで将来的には考えていらっしゃるのかどうかお願いします。屋良長慶商工観光課長。はい、読谷村にまた議員がおっしゃるように、紅芋タルトと、全国バージョンになっている、ブランド品があります。まあ、それにもですね、読谷がまたどこで、作られて、目に見えるかというのもですね、今、まあ、観光協会等々に、商品もありまして、その辺で販売しているんですけど、その辺も観光協会の会員とですね、一緒になって、活用方法等ですね、考えていければなというふうに考えております。津波公菊江議員。はい、今の質問なんですけれども、ゆたさ村部長よろしくお願いします。山内義親ゆたさ村推進部長。はい、確かに熊本の熊門は、まあ、地元に熊はいないけど熊門で有名になっているというふうな話題性もあってですね、全国にかなり宣伝されています。もちろん我々もですね、熊門に負けないように取り組みが必要だなというふうには感じています。で、こういった、クリアホルダーであったりですね、あと、まあ、最終的には地元の子どもたちも馴染むような形でですね、まあ、ランドセルのカバーにやったりとか、そういうのができないかも含めてですね、検討したいなと。あとメールで今スタンプラリーで、読谷の、イラストを、観光協会が出しているのもあるんですが、またバージョンもですね、いろんなのを変えたりしてですね、みんなが取り扱えるようにしたいなと。で、特に民泊の皆さんはですね、今1万8000人の、県外からの修学旅行生を受けてますので、民泊の皆さんともですね、連携してですね、読谷をですねバッチにしたのをせめてですね、お土産に持って帰るような形もですねできないかも含めてですね、関係者とですね調整が図られればいいかなと思います。まあ、最終的にはいろんなグッズでですね手に取ってもらえるような形はいずれにして取り組まないといけないところだと考えております。津波公菊江議員、ぜひですね頑張ってこの読谷を利用してみんなが楽しくできるようなですねものを作っていただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。津波公菊江議員の一般質問は終わりました。次に議席4番山内正則議員の一般質問を許可します。はい、議長。議席4番山内正則議員。はい、議席4番山内正則です。時間の都合上早速すぐ質問に入っていきたいと思います。1番、無料塾について、丸1、読谷中学校区の無料塾の状況は、丸2、嘉手納町にできた高校生対象の無料塾の状況は、
長峰博也学校教育課長。ご質問1の丸1についてお答えいたします。読谷第二教室波平校につきましては、小学生6名中学生5名の合計11名で9月6日に開校しました。定員が小学生25名中学生25名ですので、随時募集していると伺っております。次にご質問1の丸2についてお答えいたします。沖縄県子ども生活福祉部子ども未来政策課によりますと、8月4日現在10名の生徒が利用しており、そのうち8名が読谷村在住の生徒であると伺っております。山内正則議員。丸一の方から再質問していきたいと思います。小学校6名中学校5名ということで、開校が今月の6日でしたので、だいぶ少ないなと、11名ということで、その理由とその学校の、学校ごとの、生徒の数分かりますか。山内、失礼、長峰博也学校教育課長。昨年度の3月現在でございますが、その際には、小学生が35名、中学生41名で、合計76名でした。これはあくまでも、3月末現在での、在籍でございます。そして先ほど答弁したとおり、今現在読谷の第一教室でございますが、こちらが小学生が13名中学生が19名になっておりまして、合計32名です。合計43名のお子様方が今どちらの第一第二教室に通っております。そしてなぜ少ないのであろうかというご質問でございますが、今就学援助委員会の中ではですね、第1回目の認定を終え、1回目に241名の対象者へ通知を出しております。で、随時2回目まで終わっておりますので、2回目のまた該当者173名へこれから送付してまいる予定であります。そしてまた3次という形で通知をしてまいりますので、おそらくその通知が届いたときにはその分だけ増えていくのではないかというふうに考えております。山内正則議員。今の説明でなかなかちょっと私が理解できなかったんですが、これから増えてくるということでいいんですか。今の説明でした。長峰博也学校教育課長。はい、これから増えていくものと考えております。山内正則議員。はい、じゃあもう少し様子を見ていきたいと思います。私はちょっと少ないもんですからね、何か理由があるのかと。それとですね、このそういう知らせがちゃんと届いてないのかということで、今から第1次第2次第3次でやるということなんですが、じゃあこれからという理解でいいということでいいですかね。もう一度確認お願いします。長峰博也学校教育課長。はい、今議員からご質問がありました第1次につきましては、8月4日に発送しております。でその後の今人数ですので、今後9月今月いっぱいにまた第2次の皆さんへの発送があります。そして第3次という形で同じぐらいの人数の認定が予定されておりますので、随時
発送してその後増えていくものであろうというふうに考えております。山内正則議員。私の理解は一遍にするのかなと多分思ってたんですが、これはそういう具合にしかできないという理解でですね、1時、2時、3時に分けるということは、はい、浜川秀樹教育総務課長。はい、こちらの方は、準用保護の認定との兼ね合いだと思います。準用保護の申請をいただきまして、その特に問題がない、問題がないというと公平がありますけど、審査が比較的容易なものについては、即座に認定をしまして、第一次認定として認定の通知を送っております。で、全員協議会等でも申し上げましたが、例えば、書類に不備があったとか、あるいはその税の情報を少し、控除のあり方を少し見直すしていただく方がいるとか、そういうものがありますので、その作業が終わり次第、8月いっぱいに認定、作業が終わったものについては、第二次認定として、9月の頭に認定通知を送っております。で、現在、まだ少し書類が不備であるとか、内容について少し確認をしないといけないものについては、認定を保留しているものがございますので、それが認定され次第通知を送っております。その名簿が、学校教育課の方に行きまして、通知、要するに案内の通知が行っているという状況でございます。山内正則議員。はい、丸2の方に移っていきたいと思いますが、その高校生の場合、皆さんの管轄になるのかちょっと分かりませんが、これはどういうふうに通知をしていくんでしょうか。長峰博也学校教育課長。はい、管轄としてはですね、こちらは県の管轄でございまして、私どもの方では情報だけいただくという形になっております。それで今読谷村から8名の皆さんがということで、細かいことも少しお聞きしました。これにつきましては、名称が大学等進学促進事業というふうになっておりまして、それで対象生徒が高校2年生と高校3年生というふうに限定があるようでございます。そして、現在今読谷高校の、皆さんで、読谷、8名のうち読谷高校生が、6名、うち、3年生が4名で2年生が2名というふうに伺っています。残りは嘉手納高校の生徒が1名、そして八島通信制の八島高校が1名というふうに聞いております。情報をいただいているということの関係でございます。山内正則議員。はい、管轄ではないですからね、非常に分かりにくいと思うんですが、また大学に進学するということで、全体の何パーセントかちょっと分かりませんけど、その実際その大学に希望するそういう対象者の方には連絡はちゃんと届いているという理解でいいですかね。長峰博也学校教育課長。で、私としては、言っているものというふうに考えております。山内正則議員。はい、沖縄市の時もですね、私ちょっと調べたんですけど、非常に時間がなくて、書類もどうしてもらっていいかわからないという生徒たちがいたということで、非常にバタバタしたという話があったもんですから、ちゃんと届いているかどうかですね、調査をしてお願いをしたいと思います。読谷村の子どもですからね、教育委員会は中学校までということになるかもしれませんけど、そうするとどこが所轄していいのか、所管していいのか分かりませんので、よろしくお願いいたします。で、次に移っていきたいと思います。2番、読谷村でのスポーツコンベンションについて、現状と課題はどうなっているのか。屋良長慶商工観光課長。
ご質問の2についてお答えします。平成28年度の実績といたしまして、プロ野球チーム1団体、プロサッカーチーム2団体、陸上パラ陸上の日本代表4団体、ラグビー4団体、ソフトボール4団体となっており、その他も含めると、全体で20団体がキャンプに訪れております。課題としましては、スポーツキャンプは冬季に集中しており、種目によっては年間を通してキャンプを受け入れや大会誘致ができればと考えております。山内正則議員。はい、このスポーツコンベンションということで、私も関心はあったんですけど、なかなか中身が非常にですね、分かりにくくて、今まで質問したことはあまりないんですが、これですね、いろいろ目的は村の経済発展とか、子どもたちのスポーツの、影響というんですか、促進にということなんでしょうが、数字としてはいつも部長の方が割と大きい数字を言うもんですから、そうなんだろうと思っていますが、具体的にですね、県警の県警委員会のその中から、決算の報告の中からですね、県外誘致活動が3回、キャンプ受け入れ時イベントが、行われたということですかね、これは。本村の観光地や特産のアピールがなされている。また、県外から20団体が村内施設を活用している。直接的効果としてスポーツチーム宿泊9800万円。仮設トレーニング施設5000万円。その他経費で1億5000万ですかね。そういう報告があるんですが、この宿泊で9800万円とか、その他1億5000万のその積算みたいなことが分かりますか。屋良長慶商工観光課長。はい、読谷村スポーツキャンプですね、読谷村の施設を使う場合はですね、読谷村での宿泊をお願いして、ご協力もらっているところで、各団体にですね、もらっているところであります。そこでですね、今、20団体でですね、7600泊ですね、して、その金額が、村内、村内5つのホテルですね、確認したところ、9800万円という数字をいただいております。で、仮設トレーニング施設としましては、中日さんが使う、ウェイトトレーニング場や食事をする、プレハブ等を含めると5000万ということ、そのほか、交通費、飲食費、備品レンタル、クリーニング等を含めてトータルで1億5000万円ぐらいと、予測しております。山内正則議員。この宿泊7600ですけど、中身わかりますか、どこどこのホテルとか。お願いします。屋良長慶商工観光課長。はい、すいません、先ほど宿泊5施設と申しましたが、4施設でございます、すいません、4施設でですね、ザンパロイヤルホテルさん、ドーヤルホテルさん、ホテル日光アリビラさん、森間リゾートホテルさん、その4施設で、20団体が宿泊して、トータルでその金額ということでございます。山内正則議員。そういう意味では非常に読谷村の経済に貢献しているということなんでしょうが、この宿泊の9800万円というと、読谷村のホテルのこの事業に対するパーセントで言いますと、どれぐらいになりますか。
屋良長慶商工観光課長。ただいま全体的なホテルのですね、宿泊客 の、 全体的なトータルした金額というのはちょっと持ち合わせておりませんので、どれぐらい占めているかということはちょっとお答えできません。山内正則議員。はい、読谷村の経済に非常に波及効果が大きいということで、私も非常に今理解をしております。でですね、この答弁の方に、種目によっては年間通じてのキャンプ受け入れや大会誘致ができればと考えておりますということは、どこら辺にその季節的に空いていて、これからまたどういうスポーツを誘致していきたいと考えているのかをお願いします。山内正直生涯学習課長。はい、今体育施設については年間のスケジュールの中で1月2月3月にキャンプが集中しております。で野球もサッカーラグビーソフトボールもそうなんですが、シーズン始まる前の、キャンプということで来てますので、1、2、3月に今集中してしまって、他のチームが来たいっていうオファーがあってもちょっと今厳しいっていうところもあります。であと、また、11、12については今、オーバーシードかけてますので、陸上競技場あとザンパのボールパークですねについては少しオーバーシードかけてますので、その期間ちょっと使えない状態があります。でそれまでの4月から10月までですねであれば使える形にはなっていますので、村民の皆さんが使ったり、あと各、協会団体が、県大会中上大会村大会ですね、それぞれ、年間で、グラウンドを借用して、使っている形になります。そういう合間でもし使えるんであればキャンプも可能なのかなと思いますし、陸上については年間通して1回ではなくて、また大会に行く前に読谷で調整して、走ったり飛んだりする競技がほとんどですので、陸上競技場については空いてますので、トラックそういう形で、キャンプに入ってこられてますので、そういう意味で空いてる期間で利用可能であれば、また対応はできるのかなと思っています。山内正則議員。はい、読谷村 の、 振興のためにスポーツコンベンション事業ということで皆さんが一生懸命取り組んでいると思うんですが、目標があると思うんですね。どれぐらいの事業をして、観光客を呼んでそういう進行していこうと、でその目標と今の現状はどれぐらいなのか、私質問に現状と課題はということで、問うていますので、そこら辺ご説明をお願いします。屋良長慶商工観光課長。キャンプ受け入れのですね目標の団体等々は、数字的にはございませんが、実績としてはですね、12月から3月の宿泊期ですね、その部分を一番お客さんの観光客の閑散期ですね、それを、観光客が来るようにということでスポーツキャンプを行っていますので、その時期に、少しでも多くの方が読谷村を訪れで、読谷村を楽しんでいただけたらなというふうに考えております。休憩、しばらく休憩いたします。再開いたします。屋良長慶商工観光課長。はい、先ほど申しました具体的には、持ち合わせておりませんが、今この事業をしましてですね、平成24年度からスポーツコンベンション誘致活動事業を行っております。その時の12月から3月までの宿泊客数がですね、
18,800余り。で28年度今統計中で、27年度がですね、20万4千名余りの、客が読谷村に宿泊して、1万8千名かな、1万2千名余りの、お客さんが、増えていて、だいぶ効果があるものだと考えております。山内正則議員。平成24年度で1万8千人ですね。いいですか、数字は。で、27年度が20万ですよね。20万4千ですか。質問なのか何かでちょっときちっとしてください。はいはい、もうちょっと聞き取りにくかったもんですからね。まあ10倍ぐらいの効果があるという理解ですか。ちょっともう一回お願いします。屋良長慶商工観光課長。すみません。24年度ですね、18万8千人ですね。申し訳ございません。先ほど1万8千人と申したんですが、18万8千人余りで訂正してお詫び申し上げます。で、27年度が20万4千名余りということになっております。山内正則議員。はい、読谷村に、観光に来られる方が、少しずつ増えているということで、理解をしていきたいと思います。で、次にですね、3番に移っていきたいと思います。ふるさと納税について、現状と課題はどうなっているか。荒垣和夫企画政策課長。ご質問の3についてお答えいたします。平成28年度は3,882万6,184円、1397件の寄付をいただいております。平成29年度につきましては8月末時点で1071万円394件の寄付となっております。課題につきましては返礼品の充実を図ることと考えており、商工会と連携し商工会会員を対象としたふるさと納税お礼品説明会を実施したところであり、さらなる返礼品の充実に努めております。山内正則議員。最近非常にニュースになっているんですけど、いろいろ国の方から指導があって、3割以内での返礼にするということで、非常に話題になっています。読谷村はもともと3割以内でやっているわけですから、これからは公平な平等な競争になるのかなと非常に期待をしています。してですね、で本年度はどれぐらいになるか大体予想できますか。荒垣和夫企画政策課長。こちらは寄付ですので、どれぐらいになるとかなかなか予想というのはそぐわないと思いますが、目標といたしましては、昨年平成28年度が3800万余りということですので、最低でもその数字、できればその2倍を目標に目指したいということでは考えております。山内正則議員。ぜひですね、1億円を突破してほしいと思います。はい、要望をしておきたいと思います。次に移っていきたいと思います。加手名高校までの大鳥バスの運行について、丸朝一便の各中学校をそのまま加手名高校まで運行できないか、丸二、加手名町にも協力の要請はできないか。古源守総務課長。ご質問4の ① ② についてお答えします。大鳥バスは村内の公共交通空白地帯における村民の交通手段の確保のために導入されております。村外への運行は対応しておりません。またコミュニティバスの運行については
地域公共交通会議で承認されることが必要であり、路線の競合をしないことが前提となっております。また運行路線、運行時間の調整、経費負担の算出等、解決する問題も多いことから、嘉手納町と連携したコミュニティバスの運行は難しいと考えます。はい、議長。山内正則議員。はい、先ほど津波久恵さんの質問の後を継いでですね、質問をしたいと思いますが、まあ、これ答弁を見ますと非常に難しい問題がいっぱいあるなと。嘉手納町にですね、協力をするということ、協力要請は、まあ、九徳線の総裁場の駐車場から嘉手納高校までぐらいが、嘉手納町にお願いをして認めてもらえないかというぐらいの話であってですね、それ以上のその嘉手納町に対しての要望はあまりないんですが、その点ではそういうその、ここに挙げているいろんな問題はないと思いますね。運行路線、運行時間、経費負担の算出、非常にややこしくなっていますので、まあ、そこら辺までお願いしようということはないということです。でこれはもうやむを得ないのであれば、本当に読谷村内から出ることができないと、どんなことがあってもそれはもう無理だというんであればですね、それはその方法を考える方がいいと思うんですが、その近くまでね、まあ、それでも公共バスのから降りたところよりは近いだろうと。でもう一つ、公共バスにその非常に影響を与えるんじゃないかということがありますが、そんなに乗っていないんですよね。例えば多くの生徒がその公共バスを今利用していて、その利用者を奪うという話であれば、まあ、そういう論理も成り立つと思うんですが、その車が毎朝百何十台も高校前に行くという現状がありますのでね、それに対して、コミュニティバスはどうかということであります。でバスが降りてからの今ここまでの話でしたけど、まあ、本来はお家から出るときにバス停まで、まあ、歩くか車で行くかなんですが、そういう利便性も非常に少ないと。でそこまで送るぐらいだったらもうここまで行った方が早いと、まあ、特に雨の日なんかはそういうことになると思うんですよね。でこれがずっと続いていると、まあ、以前から要望があるということでありますので、まあ、それでも 何回か生徒会も要望を出していると。ですから私はこれも壁は読谷村がやるかやらないかぐらいの問題であって、やりたいと嘉手納町にお願いすればですね、ノーとは言わないと思うんですよ。こっちの方でも最初からこういうそのできない理由をこんだけ挙げてもらうとですね、もう交渉にも行けないと、スタートラインにも立てないと、はい、ぜひそういう要望が来ていますのでね、スタートラインに立ってちゃんと交渉もしていただいて、どうしても嘉手納町がダメだというんでしたらね、まあ、それも嘉手納高校に伝えて、じゃあその読谷村の行けるところまでは行きましょう、そういう具合にですね、できないものかということで質問を出しています。答弁お願いします。議事の進行上、会議時間を延長いたします。古源守総務課長。はい、嘉手納高校まで運行ができないかというご質問でしたので、そういう答弁になっております。で先ほども佐久議員に説明したように、嘉手納町内を走らす場合には当然嘉手納町の、同意等々が必要になってきます。で嘉手納町に問い合わせて、見たところでは嘉手納町はコミュニティバスを今運行させるような、予定というか計画、そういうのはないということでしたので、まあ、
それをあえて負担をさせてというのは難しいのではないかという答弁になっています。で、まあ、村内であれば読谷村の、計画でもってルートの変更であるとかそういったことはできるので今までもやっておりますから、村内の道路である牧原線を、利用してということは可能性としては考えられますけれども、そこには読谷村の公共施設もないものですから、集会する場所もスペースもないので、どうしても嘉手納町の、協力同意とかという必要性が出てくるということでございます。山内正則議員。はい、まあ、U ターンする場所がないと、まあ、その U ターンするぐらいはですね、嘉手納町にも協力してもらってですね、ぜひ実施できるようお願いを申し上げます。で、次に移っていきたいと思います。5番、ぴったりサービス手続きについての状況はどうなっているのか。大城真由美子ども未来課長。5についてお答えいたします。ぴったりサービスとは、地方公共団体が提供している行政サービスを検索し、オンライン申請ができるサービスの総称になります。まずは子育てに関する行政サービスの検索や地域比較ができるというサイトになっております。読谷村は児童手当、保育の申請に関しての様式、妊娠の届け出の様式の印刷やサービスの検索、比較は可能です。児童扶養手当の現況届け、保育施設等の現況届けの印刷はできませんが、サービスの検索、比較は可能です。現時点ではオンライン申請は行うことはできませんが、今後検討してまいります。山内正則議員。はい、沖縄県 の比較の資料がありましてですね、読谷村は丸になってですね、で、実施しているところは二重丸で、まあ、もう少しで読谷村は実施できるのかなという状況に今来ていると思うんです。で、ちょっとおちもわからないことがありました。これは電子申請する場合、もしこれができた場合、さまざまな書類をいろいろ住民課とか税務課で取りますよね。そういう費用はどうなっていくんでしょうか、ね、再開いたします。与那覇美沙夫総務部長。今おっしゃってることは申請書に対してのダウンロードとかできるかということなんですよ。で、これに添付する書類については当たり前通りお金が出ます。ですから今インターネットでそれが取れるという意味じゃありません。これは、はい、申請書には、ね、はい、そうです。山内正則議員。はい、今読谷村の丸という印は申請書類は取れると、しかし申請はできないと。で、それに付随するそのいろんなものはまだできないと、まあ、それはカードでやると思うんですが、で、まあ、今後検討してまいりたいということですから、まあ、時期できるんでしょうけれども、その時にですね、このサービスをすることによって皆さんの業務はどれほど改善されるのか、変わらないのかということについては答弁できますかね。再開いたします。大城真由美子ども未来課長。はい、議員のご質問でぴったりサービスの、まあ、手続き対応で、まあ、読谷村は丸がついてるっていうお話がございましたけれども、これ一覧表がございまして、で、丸っていうのはですね、様式の印刷が可能っていうことで丸がついてます。で、電子申請に関しては全然まだ検討もしておりませんので、それ今現段階でできませんし、で、また一応三角っていうのがですね、サービス検索で、まあ、どういった事業をやってますということで、各自治体ですね、比較ができますよという、今そういう段階ですので、
まあ、質問です。業務が楽になるのかどうかっていうあたりはですね、やはり今窓口とかでですね、様式の申請はできたにしましても、やはり例えば児童手当にしましてはやっぱりいろいろ必要書類とか添付書類とかいろいろございますので、どっちみち窓口に来ていただくという形になっていただくという形になります。であと児童手当の現況届けに関しましては、まあ、現在もですね、郵送でいろいろやり取りをやっておりますので、まあ、直接窓口に来ていただかなくてもそういった手続きはできるようになっておりますので、まあ、今後この電子申請ができるようになってどのような形で事務量がですね、まあ、簡素化できるのかどうかというのはすいません、 今の段階ではちょっとよく分かりません。以上です。山内正則議員。はい、まあ、田さんは今は書類をその取ることはできるけども申請電子申請はできないと。でその全部が電子申請でできるようになると、まあさまざまなサービスがあるんですが、どういう改善があるかどうかちょっと聞きたかったんですけど、沖縄県では久米島町がもう全部二重丸になっていますのでね、多分近々できるんだろうと私は思っていたものですからこの質問をしました。まあ、課長の答弁も今後検討してまいりたいということでありますので、早期の実施をお願いしたいと思います。次6番に移っていきたいと思います。読谷村の子どもたちの貧困対策について、就学援助等は何か変化はあったか、丸に、課題は何か。天川秀樹教育総務課長。ご質問1の丸1についてお答えいたします。就学援助費について申し上げますと、今年度より中学校入学予定者、これは、来年度の予定者に対してでございますが、新入学用品費を入学前に支給するとともに、支給額を23,550円から47,400円に引き上げることにいたしました。ご質問の ② についてお答えいたします。子どもたちの貧困対策についての課題は多くあろうかと思いますが、就学を援助するための就学援助費については、その制度を多くの村民に知っていただき、有効に活用していただくための環境整備を行うことではないかと考えております。山内正則議員。はい、まあ、これにつきましては何名かの議員が質問しておりますので、だいぶ分かりました。でですね、この制度の利用率というんですか、予備担当は 11% ぐらいでしたかね、今 何パーセントぐらいこういうこの努力によって上がったのかな、質問いたします。浜川秀樹教育総務課長。はい、お答えいたします。平成28年度で申し上げますと、小学校につきましては、現在28年度につきましては 12.3%、中学校につきましては 11.7% でございますが、平成29年度、これは見込みでございますけれども、小学校で 12.9%、中学校で 13.4% 程度になるのであろうと考えております。山内正則議員。はい、私が一般質問出す、時はですね、まあ、ここまで改善しているとは思ってもいませんでしたが、まあ、徐々にですね、教育委員会の努力が実ってですね、非常に制度が行き渡っていると思います。次7番に移っていきたいと思います。基地問題について読谷村として事件事故の対策を何か行っているか。荒垣和夫企画政策課長。ご質問の7についてお答えいたします。
読谷村としての事件事故への対策といたしましては、交通事故を未然に防止するため鳥居基地戸口川ゲート及び祖部農工ゲート付近へ A 字の看板を設置し、米軍人向けの注意喚起を行っております。また4者会議において米陸軍沖縄基地管理本部司令官に対しまして、米兵の綱紀の粛正の徹底、特に交通安全の啓蒙と安全運転に努めるよう申し入れを行っているところであります。山内正則議員。読谷村にはもう取引地があるものですから、その関係の質問なんですが、かといってですね、読谷村には嘉手納基地も非常に影響します。で、多くの米軍関係者がいると思います。で、それに対してのですね、この安全対策というのが充実しているのかなと思いましてですね、で、そのための予算が特別にあるのか、で、具体的にはどういうことをすべきなのか、そういうことを今質問をしているつもりなんですが、このそういう安全安心対策に対してのそういう特別な予算はもらっていますか。荒垣和夫企画政策課長。直接的な、そういった、対策費用というものはもらってございませんが、地方交付税の中でですね、そういった基地関係の部分ということで、いくらか、その分傾斜配分という形で、交付されております。山内正則議員。あちこち調べてみたらですね、防犯カメラも設置していると、いろいろですね、防犯カメラを設置すると、プライバシーの関係で反対する人もいるということで、いろいろあるかもしれませんが、基地の周辺ならいいのかなと私は思ったんですがね、そういう意味でそういう安心安全のためのその予算も処置してちゃんとやるべきじゃないかと思っていますが、それについてどうですか。荒垣和夫企画政策課長。米軍人のみに限らず、そういった安心安全を確保するための、施策というものは、村としてもやるべきだと思いますが、防犯カメラにつきましては、さまざまな議論があるところでございます。防犯カメラについては、その基地周辺という、議員 その提言もございますが、これについてですね、実現可能かどうか、少し、内部で検討していきたいと思っております。山内正則議員。はい、検討してください。それとですね、今度鳥に基地が移ってくるということで非常に大胆性の話がありましたね。で、それが遅れるというようなその話が聞こえてくるものですから、その経緯をちょっとご説明いただけますか。大城智義建設整備部長。はい、非常折につきましてはですね、これは25年の4月5日に統合計画が発表されて、で、基地が移ってくるんで生活環境に影響を与えるんで、なんかこう対策を練りたいということで、いろいろ要請を申し入れてきました。で、一番はですね、やっぱりこのここにトレーラーが来るんで、非常折が必要になってくるでしょうということで、これまで詰めてきたんですけど、やっぱりこの事業スタミナですね、そういう事業に対する負担分と、それをもう少し検証してやっていかないといけないということで、一応内部の方で、2か年間は外落設計、そして予備設計をして、予備設計をして、概算要望、5月とかの概算要望に2年後ですね、やっていこうということで決定してますので、それをやっていきたいと思っています。山内正則議員。よくちょっとわからないんですけど、その、
まあ、これは村民の安心安全のための道路だという認識があったものですから、早期に着工すべきだという私の理解なんですけど、それが後ろにずれていくということがなかなか理解できなくてですね、そのご説明を求めているんですけど、もう一度。大城智樹建設整備部長。はい、やっぱり読谷村では公共施設と返還運用地もですね、これは平成11年から、平成2年の日米国から始まって平成11年の南西住み部分、それから平成8年の作工の合意で、平成18年に蘇米読谷補助飛行場、それから蘇米中心場、シェナー通信施設ですね、合わせて380ヘクタール返還されてますから、それらに対応するための、補助事業 とたくさんありますので、まあ、それのスタミナですね、事業スタミナ、それから学校建設が始まりますから、それへの基金の積み立て等々あります。総合的に勘案してですね、ここにこの2年間は、それを待ちながらですね、やっていこうということで、一応防衛局の方にもそれを申し入れて、で本省の方にも申し入れて了解をもらっていますので、それに向けて頑張っていきたいなと思っております。山内正則議員。村長、これはまあ、いろいろ読谷村財政需要が多くて非常に取り組めないんだというような説明が今聞こえましたけどですね、これは別じゃないですかと、その大型のトレーラーも来ると、ダンプも来るのかちょっと分かりませんけど、いろんな施設備が来ると、そういうことでこれ 最優先の事業だと。でもし読谷村の財政に非常に影響があるなら、それは 特段配慮してもらうと、そういう交渉をすべきじゃないですか。答弁をお願いいたします。清峰伝日村長。はい、まあ、それのですね、総予算に占める割合が、まあ、今おっしゃるようにたくさんの経費がかかってくるということですね。これを一度に数来年さらにということでできないものですから、ちょっとずらしてやっているということでございます。山内正則議員。もう私はこれは特別にですね、配慮してもらわないと、村民の安心安全のため その道路だという認識が私にはありましたのでね、そういうことを強く要望して私の質問を終わりたいと思います。以上です。山内正則議員の一般質問は終わりました。本日の会議はこれまでにとどめ散会いたします。